I give you my hope, I give you my dreams, I'm giving you anything you need. I give you my joy, I give you my pain, I wish we could fall in love again. I give you my heart. はい、皆さん、おさむございます。こういうおさむございますなんて挨拶外国ではしてんのかね。落語にもあるけどね、寒いね、当たり前だろ、冬なんだから暑いね、夏なんで当たり前なんだってなものって、ね、まあこのところテレビのニュースもほとんどが雪害というか、そうですね、もうなんか今年は大変みたいですね、今日も東京は初めて0度を下回ったって。ああ、そうですね、昨日なんかやる中6度ぐらいしか行かなかったでしょ、最高気温ね。これで低気圧が来てればおそらく雪になってるだろうけど、うん、ねえ、ここのところあまり東京で雪が降るってことは少なくなったのかな。そうですね、うん、ありがたいことでね。いや本当ですよね、うん、まああのトラックがずっとつながってる、車がつながってるのを見ると大変だったろうなとは思いますけど ね、 すね。だってあと停電が長く続いてね。そう、車で暖をっていうか温まってて、それでなんか中毒で亡くなっちゃったんですよ。マフラーが雪で詰まっちゃうと一酸化炭素が車の中に回っちゃって一酸化炭素中毒になっちゃったんですよ。あれ気をつけないとな。怖いですよね、あっという間に。まあそれで気失っちゃったりなんかしちゃったら亡くなっちゃうわけですもん ね。まあ雪国ならではのこういうニュースも入ってくるということで、はいはい、皆さん最新の注意をしてほしいと思いますが、うん、訃報も入っております。はい、芸能界では秋田下城さん。そうでした、私は随分仕事しましたけど、あ、そうですか、一番の仕事をしたって言ったら、渡瀬さんの戸塚警部の時の、うん、私亀井刑事の奥さんをやってくれてたんですよ。ずいぶん一緒に仕事しましたし、日劇にも一緒に出たこともありますし、ずいぶん仕事しました。丈夫そうな人だったけどな、ね、そうね、行かなかったということがこの冬は。それから高見千佳ちゃん、そうです、60歳ですもんね、びっくりですよ。ですから私が仕事したのはもう45年ぐらいになるんですね。15歳ぐらいの時だったから。そんな頃、はい、毎週やってるテレ朝のゲラゲラ45なんていう、ありましたね、あれに高見千佳ちゃん出てたんだ。たん、家族ぐるみみたいなドラ、コントでね、毎週仕事をしてました。ご冥福をお祈りしたいと思います。という伊藤です。はい、吉田です。はい、水谷です。じゃあまず伊藤さん情報から参りましょう。はいはい、結構たくさんあるんですけれども、そうだ、ね、まずですね、伊藤さんのおかしな刑事テレビ朝日系ですけれども、来週27日火曜日夜8時から2年ぶりの最新作シリーズ20年目に突入、最新作が放送となります。ぜひ見てください。はい、来週火曜日です。それから12月19日から NHK では、伊藤さんが梅若親方で出演されていますひらりの再放送も始まっております。はい、私もびっくりして見てますよ。ご覧になってますか。見てます、見てます。50代のね、はい、ギラギラしてる伊藤志郎さんを、ギラギラ、ムラ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 している伊藤さんを、ムラムラがもう盛んな頃はい、見ることができます。それからワウワウシネマなんですけれども、今日この番組が終わってからですね、5時30分から、伊藤さんが総支配人役で出演されています宇宙天ホテル、見た面白い、面白いよね、こちらも放送となります。はいはい、映像で言いますと、練馬の練馬映画サロン、これ配信番組なんですが、こちらに伊藤さんと毒まむし三太夫さんと山川静夫さんとの対談、こちらも配信中です。はい、非常に見応えのある対談なんです。面白いって言ってくれてますね。面白いです。はい、練馬区の、ま、ホームページですね、練馬映画サロンで検索しますと、これ無料で見ることができますので、ぜひ皆さんご覧ください。教授もまむしさんとは付き合いがある。結構僕まむしさん大好きだったっていうことも伝わってたと思うんですけど、よくゲストにはね、他局の方だったわけですけど、結構いっぱいお会いできてますね。はい、最高ですよね。はい、そして伊藤さん今、発売中今週号の週刊文春、阿川さんのコーナーですね、阿川佐和子この人に会いたい、こちらにインタビューで記事が今読ませていただいて、面白いですから、はい、こちらも読み応えたっぷりです。はい、
続きましてテレミさん情報なんですけれども、今週の水曜日の特番ですね、中森明菜ベストソングリクエストカウントダウン、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。たくさんのメールもいただきました。結構やっぱ反応多かったみたいで、明菜さんはすごい歌手だってことを再認識したな。いただきました、結構多かったです、そしてテレミさんのポッドキャスト番組、ロバロックラジオ、うん、こちらも文化放送ポッドキャスト QR アクセスしますと配信中です。さっき撮りましたんで今日は夜7時更新です。はい、わかりました。そして文化放送ポッドキャスト QR アクセスしますと、この番組の人気コーナー親父大学も配信中です。ぜひどうぞ皆さん。さあ今日も2時間の生放送です。文化放送親父パッション、3時台はニュースパッション、タフマン伊藤の堪忍袋親父大学、4時台はこだわりパッションです。今週はスペシャルウィークです。しかも今年最後のすごいオチのある話デラックスをお送りいたします。デラックス初めてだね。そうなんです、うん、皆さんからすごいどんでん返しが待っていたエピソードのオチの部分、起承転結のケツだけを隠してメールファックスをお寄せいただきます。それをご紹介しまして続きが聞きたいということになりましたら、そのリスナーさんのもとへ直接生でお電話いたしますので、必ず今日の親父パッション内の時間内につながる電話番号を書いてください。すごいオチ大賞としまして現金プレゼント、伊藤志郎賞は伊藤で現金1万1000円、吉田照美賞はローバーで6800円、水谷香奈賞はしなびたで4700円、お一人の方に3賞集中しますと22500円独り占めと、いつもはこうなんですけれども、今回はこのすごオチ始まって以来初のデラックス版です。伊藤志郎特別賞と吉田照美特別賞としまして1万5000円ずつプラスとなりますので、賞金総額がいつもの2倍以上の5万2500円と、すごい、お一人の方が5万2500円総取りの可能性もあるというものすごい企画になりました、うんうん、デラックスですということで、早速今日は、はい、お一人目に入りましょう。なるべくたくさん電話かけちゃう、はい、テレビさんお願いします。これはですね、江戸川区からいただきました55歳の男の人、ラジオネーム怪物、怪物つん、怪物つんっていう人からいただきました、はい、めんどくさいな。こんにちは、こんにちは。僕は幼少の頃からよく、鼻血を出すことが多かったんです。鼻血出る人いますよね、はい、55歳です。しかもなぜか左の鼻の穴からなんです。左右で左なんだ、決まってんだ。それは大人になってからも回数こそ減りはしましたが、ずっと続いてました。50歳くらいの頃だったと思います。じゃあ5年前だね。いつものように鼻の奥がムズムズして、また鼻血かなと思い鼻をふんと噛むと、なんと左の穴からびっくりするものが飛び出してきました。と同時に長年の鼻血の謎が解けたのでした、怖いな。さて、鼻から飛び出てきた驚くべきものとは。すごい、これは気になるな。はい、今かけてます。なんか生き物的な感じするんだけど、怖い。ちょっとホラー映画入ってますよね。入ってる。なんか左の鼻の奥に何かがあったんですね。鼻血の元だな。鼻血の元、怪物つん。あ、もしもし、怪物つんですか。はい、そうです、こんにちは。もう変なラジオネームやめていただけないですか。いや、ちょっとこれびっくりだね。もう何、子供幼少の頃から鼻血出すっていうか、記憶では何歳の頃からもう鼻血出てた感じなの。そうですね、もう幼稚園とか小学生の頃ですかね。ああ、そのくらいなのね。はい、で、左の鼻の穴からだけなんでしょ。そうなんです、鼻をこう噛むといつもティッシュに鼻血がつくような感じでして、うん、大変だ。それで、はい、50歳、はい、今から5年前の頃にいつもみたいに鼻の奥がムズムズしてきたんで、もう分かってるから、また鼻血かなと思って、鼻をハーンと思いっきり噛んでみたら、左の穴からびっくりするものが出てきたと。これが長年の鼻血の謎の正体だったってことなんだけど、僕が思うに、僕はこれ生き物だと思うんですよ。カメムシ。生き物ではないんですよね。違う。はい。何なんだ。ムカデみたいなものかなと思って。生き物じゃないのね。違うんですね。ああ、じゃあ分かった。なんか自分で子供の頃なんか穴にこうなんか突っ込んじゃってたんじゃないの。いや、違うんですよね。脳みそ。何？脳みそ。まあ、あの脳みそ出てきたら今こんな風に喋れてないと思いますっていう感じなんですけどもね。さあ、正解を教えていただきたいです。何ですか？はい、
歯が出てきたんですよ。どういうこと？鼻の中に歯が生えてたみたいで。生えてた？はい、そうなんです。本来口の中に入るべき歯が、なぜか鼻の中に入っちゃってたみたいで。そんなことあるの？はい、それがなんか抜けて、ポロッと出てきたみたいなんですよね。ポロッと出てきて、びっくりして見ましたら、あれこれ歯だなと思って。その歯の形はさ、あの前歯とか奥歯みたいな感じで言うと、どっちの形なの？ちょうど前歯と奥歯の中間ぐらいの大きさで、長さ15ミリぐらいあったんですけど。すごいね。前歯みたいな薄っぺったい歯ではないです。ちゃんとした歯の形してまして。それが近辺の肉を噛んで鼻血になってたんですか？おそらくそうだと思います。そうだよね。だって本来生えるべき場所じゃないところに生えてるから、それやっぱり弱いんじゃないの、その皮膚が。すいません、カイツブ君は人間ですよね。と思います、多分。結局医者には行かなかったの、これ。はい、医者には行かなかったんですよね。子供の頃やっぱり鼻血ばっか出してたんで、うん、うちの親が医者に連れて行こうとして、耳鼻科の予約を取ったんですけれども、うんうん、怖くてちょっとばっくれちゃったんですよね。あ、君がね。はいはい、それ以来特に医者にも行かなかったんですが。すごいね。だから幼稚園ぐらいから鼻血が出てた、そのが50歳ぐらいに原因が分かったっていうんだからね。はい、そうなんです。それ以来もう出ないですか？あ、そうなんです。それ以来鼻血が出なくなりまして。それでその歯はどうしたの今？あ、今あります。取ってあります、記念に。じゃあプレゼントしましょうか、この番組。誰もいらないよな。それで鼻の中に歯が入ることなんかあるのかなと思いまして、うんうん、ネットでちょっと調べてみたんですけれども、そしたらなんか本当に超珍しい例として、あるなんか逆性歯とかって書いてありまして、なんか本当に珍しい症例らしいんですが、そうだろうね、聞いたことないもん。鼻の中に歯が入る人が本当にごく稀にいるみたいで。優勝。すごい。でも今からでも一応病院は行っといた方がいいんじゃないですか。ね、また生えてきてたりなんかしたらな、大変だよな。はい、ね、もう生えてこないと思うんですけどね。大丈夫かな。いや、びっくり。わかりました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、またこの後聞いててくださいね。はい、聞いてます。はい、失礼します。失礼します。すげえなこれ、初めて聞いたよ。ね、これはですね、千葉県船橋市の50歳、男の人、ナンクルちゃんからいただきました。うん、毎週運転しながら楽しく聞かせていただいてます。現在車の修理中で運転ができないので初メールさせていただきます。あ、そういう状況なの。車修理中。8年前に職場で起きた話です。おう、50歳の人。総務係に新規で採用された育ちの良さそうな小柄なお嬢様がいました。総務にね。ちょっとずれてて、新人なのに出張で宿泊する飛行機をビジネスクラスで予約するなど、ずれた行動をただ引き起こしてるお嬢様。嘘でしょ？出張でビジネスクラス予約する新人。ある日、部長の下に、元にか、来客が来て、部長から、おい、コーヒー持ってきて、という一言が、はい、わかりました、と言って、お嬢様が起こした行動は我々の想像をはるかに超えた行動でした。てんてんてん。これはナンクルちゃんに電話しますよ。ビジネスクラスに電話するような、うん、でなちょっとずれてる、あの総務の新人の女の子、それにコーヒーを入れてくれと言ったら、わ、うん、かりました。これは缶コーヒー持ってきたんじゃないですかね。あ、そっち違う、コーヒーだよ。どうだね、コーヒー入れてくれてたら缶コーヒーじゃないよね。想像できないな。あ、もしもし、ナンクルちゃんですか？ナンクルちゃん？はい、どうもどうも。あ、早いですね。文化放送の親父パッション吉田です。はい、いつも聞いております。ありがとうございます。今何、車の修理中で、ね、いつも運転しながらこの番組聞いていただいてんだけど、はい。そんなんで、初メールってことで、ちょっと、はい、これは面白いですね。8年前の職場の話で、総務に、はい、あの新人のお嬢様がちょっとずれてる子が、はい、ね、はい、出張であの宿泊する飛行機ビジネスクラスで予約しちゃったりとか、はい、ちょっとすごいですねこれね。あの宿も上司が、うん、チェーン店なのに普通に
工業ホテル泊まったというかなり変わったものですごいなぁちょっとなんかしましょうかなんか書かされそうで、である日このね、はい、またお嬢様のエピソードで部長のところに来客があって、はい、部長がおーい、はい、コーヒー持ってきてって言ったら、はい、わかりましたって言って、このずれてるお嬢さんが起こした行動ね。はい、これ僕はあの缶コーヒーだと思ったんですよ。水谷はどうなの？いや、私もっとなんか贅沢なことを。贅沢？ああ、そうか。ビジネスクラス的な。はい。あ、伊藤さんは？だからコーヒーだけじゃなくて。ああ、そうか。そうか。なんかケーキからなんか、あ、何か結構盛りだくさんな感じで盛りだくさんで持ってきたんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。さあ、ナンクルちゃん、正解は？正解はですね、インスタントコーヒーの瓶を5つ持ってきたんです。え、どういうこと？あ、コーヒーを持ってきてると言ったので。え、なんで？飲むコーヒーではなくて、瓶に入ったコーヒーの、インスタントの瓶を5つ持ってきている。彼女はそれはどういう、そのインスタントコーヒーの入れ方を知らなかったってことですか？知らないんです。で、その後私がですね、コーヒーのちゃんとマグカップにインスタントコーヒーを入れて持ってきてねって言ったら、また、はい、わかりましたって言ったんですけど、今度ですね、コーヒーのマグカップにインスタントコーヒーをなみなみ注いだものをちょっと持ってきて、さすがに部長が、もういい、俺がいるから。すごいなぁ、これ。じゃあ、まだエピソードは他にもいろいろありそうなの、この人は。そうですね、またそこは、別の機会で。あ、また別の機会でこのネタ使えるぞと。わかりました。はい、今、この人は、会社にまだいるの？そうですね、まだいますね。だいぶ成長はしたの、その後。天然のところは残ってますが、そこは成長しております。そりゃそうだよね。こんなのがずっと続き続けたら大変なことになるもんね。わかりました。ありがとうございました。はい、皆さん、毎週楽しみにしてますんで、良いお年をお迎えください。良いお年をありがとうございました。はい、では失礼いたします。ありがとう。はい、ごめんください。すごいね、知らずなんですね。俺ちょっとよく分かんなかったんだけど、解説してくれる？つまりインスタントコーヒーの粉が入ってるこのくらいの瓶があるじゃないですか。あれ、それはあれをそのまま粉が入ったまま5人分5本持ってきてテーブルに置いて、入れ方が分かんない、入れ方が分からないっていうことです。分かんねえかな。分かりそうなもんだよ。インスタントコーヒーを飲んだことがないんでしょうね。まあ、ってことだと思いますよ。そうだな。はい。なるほど。はい。すごいね。はい。面白い。さあ、ということで、今週は、ここでも。そうだ。ということで、今週は、ここでも、都合帳をやってしまいましたが、お約束なので、締めは一応やっといてください。お願いします。はい。はい。伊藤さんの番です。伊藤さん、締めを。どういうんだっけ、いつも。さあ、よし、じゃあ、行くぞって。うーんですよ。うーん、指導ですよ。うーん、指導ですよ。ダメ。うーん、指導、今日もまた一つ、それですよ。はい。ちょっとこれ、今日はね、特別にはい、この、親父大学の中でこれやっちゃったからね、今ね。一つ閉まらないので、お願いします。一応閉めで、一つ。流れが違うと。そういうもんではいきます、はい、うーん、シロー、またまた一つの知恵つけちゃったもんな。はい、びっくりだな。吉田照美親父パッション文化放送でお送りしています。今日は賞金総額52,500円のすごいオチがある話デラックスお送りしております。では行きましょう。照美さんお願いします。はい、これは東京足立区でございますね。ラジオネーム立ち上がりに悪いピッチャーという人です。この人は67歳なんですけど、お名前が女性か男性かちょっと分かんないですね。はい、昭和48年春の選抜甲子園大会後、実力強化のため遠征して、強豪校の天理との練習試合での話です。お、練習試合やったんだ、天理と。お、実力強化、はい、お、意気込んで乗り込み、試合前
ブルペンで投球練習を始めた私を襲った出来事とその後の展開は点点点。あ、じゃあ男の人なんだねこれね。あ、そうですね。あ、じゃあ電話しましょうね。電話しましょう。立ち上がりの悪いピッチャーって言うんだから、そう、実際そういう人だったんだ。でも、ね、相当強いってことですよね。強い学校だよねこれね。天理と練習試合、はい、実力強化のため遠征。今電話してます。はい、足立区です。はい、67歳。立ち上がりが悪いんだから、私の人生観を変えた出来事ですって題名が、それで送ってくれてんだね。あ、繋がんないね。お、ダメ、急に体が、うん、生放送ってのはいろんなことあるからね。もう一回行きますか。俺もすっかりさっき忘れちゃったから。あ、もしもし、あの立ち上がりの悪いピッチャーさんですか。はい、お世話になります。すいません、あの親父パッション吉田です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。昭和48年もかなり前ですね。相当前です ね、はい、そうだね。春の選抜甲子園大会の後ですね。そうです。実力強化のために遠征をして、はい、強豪校の天理との練習試合の時のお話で、はい、であなたは実際に立ち上がりの悪いピッチャーさんで、ピッチャーなんだね。ピッチャーです、はい、ね、意気込んで、まあ、乗り込んで、その強化試合の、あ、何、練習試合での前にブルペンで投球練習を始めた、はい、このあなたを襲った出来事は、投球練習してるときにまずぎっくり腰になったんです、うん、あ、いや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 。で、本当にもうボール投げられない状態で、もうひょろひょろひょろと、もう完全にアウトっていう感じになってしまったんです、うん、あ、いや大変じゃん。それで一応試合前に監督さんに、うん、まあ、ちょっともう腰がこういう感じで動かなくて、うん、投げられないですって言ったら、うん、もう鬼の形相で、うん、お前投げろって言われて、だってぎっくり腰でしょ。そうなんです。状況的には投げました、やっぱり、はい、投げたの。だから、自分はもう選抜出た後ちょっと、まあ、多少速球派で、うん、少し、まあ、天狗になってて、よし天狗も抑えてやるぞの意気込みで行ったんですけれど、もうそういう状態ですから、もう多分吉田さんとも打てるぐらいの球速しか投げられなかったんです。あ、そんななので、案の定ヒット22本、うわ、得点17点入れられて、いや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 、で、まあ、一応完投というかね、まあ、最後まで投げ切ったんで、でダブルヘッダーで次の試合、まあ、ようやく終わったと思ったら、また監督からお前先発と言われて、何それ、で次の試合も一応1回だけ途中までは投げたんです。で、まあ、相手にも失礼ということもあって1回では降板したんですけれど、もうその時のあれっていうのは、もうとにかく逃げ出したいとか。そうだよね。でもそう、監督がひどくないそれ。何だったんでしょうね。まあやっぱり、まあ今思えば、まあエースたるものをそんな情けない顔して投げてはいけないとか、あと周りの周りの人もものすごくなんか違和感を感じてたんですね、その時も。ねえねえ、お客さんだって騒ぐでしょ、ね、周り結構、もう時間いっぱいになっちゃいました。ありがとうございます。はい、すいません、すごいまたこの後もね。さあ、どんなすごいオチに送られるんでしょうか。ではテルミさん、お願いします、はい、いよいよ4人目の方ということですね、はい、新宿区のラジオネームビッグバンちゃん、50代の男性でございますね。ありがとうございました。15年くらい前の話です。もうずいぶん前です。15年前、タイに一人旅に行きました。タイです、行った国、バンコクからチェンライという都市に向かい、チェンライからさらに飛行機で1時間くらいのメンホンソンという町に行きました。聞いたことないところだな。というのも、メンホンソンの町外れに首に何重ものリングをつけて暮らす首長族カヤンが暮らす村があると聞いて、よく見ますよね、テレビでね。わかります、これカヤン、首長族と聞いて、ぜひ会いに行きたいと思ったからです。これ仕事なのかね、何なんだろうね。タイの都心からはめちゃくちゃ遠く離れたメンホンソンで、片言の日本語を話すガイドを雇い、彼の運転するバイクの後ろに捕まって1時間弱。バイクで行ったんだ。道なき道、浅い川を越えて、やっと首長族カヤンの集落に着きました。こんな話が来るとは思わなかったですね。はい、すごいとこ行ってますよ、この凄落ちも。片言のガイドが、
最近クビナガ族は減ってるという噂を聞いたと言っていたんですが、集落のわらぶき屋根の家に近づいても一っ子一人出てきません。でもいないんだ。屋根、家の屋根には得体の知れない巨大な円盤のようなものが飾られているのが何とも不気味でした。何なんだ。うろうろすること十数分くらいでしたか、一人の首にリングをつけた老女が現れました。おばあちゃんが一人現れた。彼女が最初に発した言葉にまずびっくり。なんだ、なんか言ったんだね。それがびっくりなんだ。そしてその老女が語った首長族カヤンが集落にほとんどいない理由とは、てんてんてんと。なんかすごいですね。もうずっとこの首長族はいるのかと思いましたけど。はい。うん。ね。でも集落のなんか家に円盤状の、うん、円盤のようなものがなんか飾られてるっていう。ここはなんか臭いんじゃないですか。ああ、うん、結構宇宙人かな。はい。宇宙人ネタかな。ちょっとムー的な。ムー的な。ね、八尾さんかなんかが絡むような、はい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 、そんな話なのかしら。なんだろう。もともと首長族という族があったわけじゃないんだよね。そうなんですか。もしもし。あ、もしもし。早い。的に早い。ビッグバンちゃんですか。どうも。はい、親父パッション吉田です。こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、これ15年くらい前にタイに一人旅に行ったって、仕事でも何でもないんだ。プライベートです。すごいことやるね、うん、なんか心寂しくなって言っちゃったんですけど、喋り方がなんかこの業界の人みたいな感じなんだけど、お仕事はどういう関係ですか。仕事は今音楽系です。あ、そういうことでこういう、はい、あのね、おしゃべりな感じなんですか。ハイトーンでね。あ、いいじゃないですかね。それで一人旅で、はい、バンコクからチェンライっていう都市に向かって、チェンライからさらに飛行機で1時間くらいのメンホンソンと、はい、いう町に首長族のカヤンが暮らす村があるっていうんでそこに行ったと、はい、で片言の日本語を話すガイドさんを雇って、その彼が運転するバイクにの後ろに乗って1時間弱、はい、行きます。でその集落に着いたと、はい、だけどまあちょっと最近首長族は減ってるよっていうふうにこの片言のガイドさんが言ってたんだけど、はいはい、実際に誰も出てこないと、あのわらぶき屋根集落の、それで家の屋根には得体の知れない巨大な円盤のようなもの、これ円盤ってどのぐらいの大きさなんですか。ですね、うん、まあ、巨大な中華鍋。巨大な中華鍋って、じゃ あ, あの両手でこう広げ、手を広げたぐらいの大きさ。そうですそうです、それぐらいのやつね、うん、それがね3つか4つこう並んでたんです。なんか変なの。それでうろうろしたんだけど、十数分経った頃に一人の首長族の老女が現れた、はい。で彼女が最初に発した言葉にまずびっくりっていうのは、別に日本語喋ったわけじゃないんでしょ。日本語喋ったわけじゃなくて、そのガイドの方が通訳してくれたんですけど、うん、あ、じゃあその言葉が日本語に訳すとなんかすごい言葉なの、はいはい、まず、うん、入場料くれって言うんですよ。あ、すごい、まず金よこせと。はあ、妙にこう商売っぽいっていうか、それはびっくりだね。なんかもうだから相当取材に来たりとか、そういうあなたみたいな人も中にはいたりするから、はい、もうなんかお金いろいろもらったりなんかもする状況になってたんだね。もうね、なんか商売系なのかなみたいな感じで、入場料くれって言って、ガイドと2人分くれと。あ、いやで多分当時で1000円、1人1000円日本円ぐらい払った、ずいぶん高かったんですけど、でそれを払ったら、そのわらぶき屋根の雨戸みたいになってたんですけど、その雨戸をガラガラっと開けて、開けたら、家が、店みたいになってるんですよ、土産物屋みたいに。お店の状態になってんの。その開けたらもう土産物が陳列されてて、なんかもう商売系たっぷりな感じなんだ。やだなそれな。もうそんな風に手間かけていったら、まずお金ちょうだいって言われて、さあどうぞって言うとお店状態って最悪だね。ずいぶん嫌な感じで、うん、でそれにしてもちょっとそのおばあさんと、うん、もう一人ぐらいしかいなかったんで、うん、なんでこんな、要するにもうちょっといらっしゃらないんですか。そうだよね、集落なんだからね、ことを通訳の人が書いて聞いたんですね。うん、聞いた、うん、そしたら、うん、お客さんどっから来たんだみたいな話になって、はいはい、いやいや、バンコクから1日かけて来たんですみたいな話をしたら、うんうんうん、バンコクの郊外に、
最近その首長族と触れ合えるテーマパークみたいな。テーマパークがあるの。すごい。そこに出稼ぎに行ってるっていう。ああ、なるほど。もうなんかもうそれが稼げるっていうことで、もう働いてんだそれをね。もうその商売になってて、そっちの方へ行ってて、こっちの本当のブランドにはほとんど人がいないと。ああ、そういうことだ。わざわざこの村へ来ることはないよってね。そうだね。ああ、首長族のそのおばあちゃんの首の長さっていうのはどのくらい長いんですか？はい、ですね、その時聞いたのは、まあ、2、30センチは十分あるって感じだったんですけど、すごいね。肩が下がるっていうんですよね。肩が下がっちゃうの？首が伸びたわけじゃなくて肩が下がるんで。肩って下がるの？なので、金属を取ったらまた元に戻るっていう。本当だよっていう。本当なの？それ面白いな。決して首が伸びてるわけじゃなくて、肩が落ちてるだけなの。金属によって肩がバッと落ちてるから首が長く見えるだけで、金属を取ると元に戻るという、徐々に取るちょっと面白い。で結局そのバンコクの方のテーマパーク風のとこにも行ったの？いや、そこはだから時間がなくて行けずで、あ、いやいや、結局その土産物屋で首長族人形みたいなやつ買っただけでわかりました。あなたはそういう旅を結構他にもしてるの？あの、一人旅でその沖縄の一番南の島に行ったりとか、そういうのが好きだったん で、でそこで行ったんですけど、円盤の話もした方がいいですか？そうこれ円盤みたいなものを宇宙人と絡んでるのかななんて水谷と言ってたんで、これはどうなの？すごい気になったんで聞いたら、衛星放送のアンテナで世界中のテレビ見てるっていう。おい、ずいぶん進んでんじゃん。なんなんだね。ね、全然イメージと違ってね。一番近いところではこういう旅はいつ頃どこに行ったんですか？最近っていう、またコロナで全然行けてないんですけど、そうだよね。だから沖縄の黒島とか波照間とか、そういう全く何もない島を3つ4つ回ったりとか。無人島なの？人はいて牛が方が多いとか。牛の数が多いの？はい、黒島とかは。わかりました。またそういう話聞かせてください。いえいえ、お探しました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。すごいなんか業界の人だね、喋り方がね。ネタが胸ありそうです。ある意味引いたな。そうですね、こんな状況だとはね。すごいですね。首長族でもうそんなテーマパークまであるんだ。俺は肩が下がるってのはびっくりしたよ、これちょっといいネタですね。首長族の人あれ取っちゃうと、また肩が上がるから元通りになっちゃうよっていうのはすごいですね。さあ続いていってみますか。はい、これ5人目ですよ。はい、東京です。大田区です。57歳の板前さん、ラジオネーム初恋はおかみさんという人からいただいてます。今から43年前の中学2年の春休みの夕方、ずいぶん前だな、今から43年前で、この人が中学2年ですよ、その春休みの夕方、近所の本屋の外で立ち読みをしていたら、突然後ろからドーンとすごい音がして、近寄ると3人の親子らしき女性が倒れていました。まあ事件、これってひき逃げそうだよねと思い、とにかく本屋の人に救急車を頼みました。ほどなく救急車がで運ばれましたが、警察の方から詳細を聞きたいと言われ、翌日のお昼頃警察署に行きました。その日じゃないんだ、翌日なんだ。しかもお昼頃警察署、警察署ではどんな車、色はなどなどいろいろ聞かれ、かなり長い時間事情聴取を受けました。終わり際、お腹すいた、何か食べると聞かれ、近くの中華屋のメニューを出され、何でも好きなの頼んでいいよと言われたので、大好きなチャーシュー麺を頼みました。そしたらてんてんてん、この後は何もない。なんかチャーシュー麺は関係するんですか？関係するのかね。何なんだろう。今かけてますよ。初恋はおかみさん。男の人。57歳の板前さんです。今倒れてたのは何人ですか？3人、親子らしき女性。その時車にぶつかったっていうことなの？もしもし、初恋のおかみさんですか？はい、親父パッション吉田です。ありがとうございます。はい、メリークリスマス。メリークリスマスです。今からもうずいぶん前だね、43年前で。あなたがもう中学2年生なんだ、
もう数日後には3年生だ。ん？数日後には3年生だ。ああ、まあそんな時期で、春休みだからね。はい、それで、夕方にその近所の本屋さんの外で立ち読みしてた。週刊誌、写真週刊誌かなんか読んでた。やらしいやつでしょ。ちょっと。そうだろうね、中学2年だからね。そしたら、後ろの方からドーンとすごい音がして、で、気がついて誰かが倒れてるんで、近づいてみたら、3人の親子らしき女性、みんな女の人なんだ。そうです、はい。これ、ひき逃げと思うよね。そうですね、もう一人の人は多分、お母さんだと思うんですけど、頭強く打ったのか、もうなんかいびきかいてたんですよ。いや怖いなぁ、はい、それで救急車が来て運んで行かれたんだけど、はい、その日に警察から詳細じゃなくて翌日のお昼頃警察署に見た人は君しかいないんだね。そうです、私だけです。はい、で警察署でどんな車だったかと、車の色はとかいろいろ聞かれて、はい、長い時間、まあ 2,3 時間。そうですね、はい、ね、ちょっと結構大変だよね、子供中学2年生で。終わり際にお腹空いた、なんか食べるって言われたんで、中華屋のメニューだったんで好きなのって言うんで、はい、大好きなチャーシュー麺を頼んだ、はい、そしたら点点点で、これチャーシュー麺はなんか意味あるの？ちょっと意味ありますね。え、何？嘘、チャーシュー麺意味あるとはとても思わなかったんだけど、ね、チャーシュー麺何なの？ですね、最後にあの協力してくれたってことで、うん、あの金一封をいただいたんですよ。いくら？ね、多分3000、4000だと思うんですけど。お金出るんだ。そしたら、おまわりさんが、チャーシュー麺の分は引いといたからってなんだそれ、すごい話だと思ったんですけどね、うん、ちょっと面白いね。引くんだ。だから喜び半分になっちゃいました。ね、何でも好きなの頼んでいいよって言ったら取っちゃダメだよな。そうです、おごりですよね。おごりだよ、そのおまわりさんのな、うん、せこいなこれな。それで何、これ、このその別にそれがオチじゃないでしょ。これがオチです。おー、それがオチだから、お金がカットされたってのがオチ。すいません、それでこの何、ひき逃げはやっぱひき逃げだったの？それはその子は分かんない、何も連絡ないんで。分かんないの？はい。それでその3人は無事だの？その後これも分かんないです。ひどいね。だって君だって気になるじゃん、いろいろ協力してそのことに関しての関わったわけだから、あの後どうなりましたかとか、なんか連絡来ないんだ。何にも来なかったですよ。ひどい話だねこれ。へね、警察の方もあの時ありがとう、あれはこういうことだったからとか、なんか普通はね、なんか連絡ということは、ドーンって言って倒れた時に振り向いたらば車は残ってたんでしょ、まだ後ろ姿しか見えなかったです。でも明らかに車なんだね、やっぱね、ひき逃げはひき逃げなんだよね。そうです、はい。車の後ろ姿っていうのも珍しいなって。で、実際、チャーシュー麺引かれて、はい。本当に引かれてた、細かいお金なの。明細書入ってましたよ。ちゃんと引いたお金が。確か850円引かれてた。面白い。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。失礼します。なんだ、それがオチなんだ。ちょっと変化球的なオチでしたね。意外だったね。俺まさかチャーシュー麺で来るとは思わないもん。ひき逃げの方で何かあるのかなと思ったから、こういうオチもあるんだなという感じがいたしますね。ちょっと新しい技をちょっと使われちゃった感じだね。はい。それでは一旦 CM で、後半も引き続きすごいオチがある話にこだわります。こだわりファッション、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、文化放送がお送りしております。今週は賞金総額52,500円、すごいオチがある話デラックスお送りしております。では続きまして、伊藤さんからご紹介お願いします。おい、遠いところから来ましたよ、はい、うん、北海道は網走です。お、雪が大変そうですけど、ね、ラジオネームつくね54歳、うん、つくねさんですね、はい、はいはい、私は牧場に勤めていて、うん、牛の飼料になるトウモロコシも作っています。秋に収穫をした後はその畑にこぼれたトウモロコシを食べにタンチョウヅルが毎年やってくるのですが、いい、ね、今年はトウモロコシの出来が少なかったせいかなかなかやってきませんでした、うん、なんで収穫が少ないってわかるのかな、うんうん、確かめる前に、ね、なので収穫したトウモロコシを撒いたり、鳥用の餌を買ってきて撒いたりと努力した結果、
今年も何羽かのタンチョウズルがやってきてくれました。はいはい、毎日毎日日の出前のタンチョウズルが食べに来る前に、うん、畑に餌をまきに行ってお世話をし、だんだんと写真が撮れるくらいまで近づけるようにもなった頃、すごいすごい、まさか、うん、このことがあのとんでもないことへの序章に過ぎなかったとは。え、続きはお電話で。なんだ、全然わかんないな。何それ。でももう写真も撮れる感じで餌もあげたりなんかして、うん、だいぶ接近してますよね、タンチョウズルにね。うん、何食べるんですかね、タンチョウズルってね。今トウモロコシ食べる。トウモロコシなの、うん、それトウモロコシしか食わないの、タンチョウズル。そんなことないでしょ。あとミミズとかも。なんか土壌みたいのも食いそうだよね。そうね、魚だって食べそうだよ。小動物みたいのね。うん、うん、でもこれ序章ですからね。序章なんの、なんだ、なんだ、いいね、誕生する。私はもっとでかいってことだ。はい、あ、もしもし、もしもし、あ、親父パッション吉田です。はい、そうです。はい、つくねさんですか。いやいやいや、それは俺が聞かれて俺がそうだっていうのはあってけど、いい、俺が吉田ですって、そうですっていうのはちょっといいな、あのすごいオチです。はい、ありがとうございます。つくねさんですね、網走の。はい、はい、牛の飼料とは牧場に勤めてらっしゃるんですね、つくねさんがね。で、はい、で牛の飼料になるトウモロコシも作ってて、はい、で畑にこぼれたトウモロコシを食べにタンチョウズルが毎年やってくるんだ。トウモロコシが好きなの、タンチョウズルって。まあ何でも食べるみたいなんですけど、特にトウモロコシはよく散らばってるんで、多分それを食べてくるんですね。あ、タンチョウズルって何でも食べるの。なんか穀物類とか結構食べるみたいな。あ、やっぱりそういう感じなのね。はい、それでまああのトウモロコシを撒いたり、鳥用の餌を買ってきて撒いたりして努力したら、何羽かのタンチョウズルが今年も来たと。はい、ね、それで日の出前なの、結構大変だね。そうです ね、でタンチョウズルが来る前にあの畑に餌撒きやって世話をして、でも写真が撮れるくらいまで近づけるようになった頃に、まさかその頃にまさかこのことが、このこともわかんないし、あのとんでもないことへの受賞に過ぎなかったって、盛り上げ上手だね。いや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 、これはだけど、なーに、あのタンチョウズルが何かとんでもない状況になってしまったの。ていうか私の状況ですかね。私が大変なことになっちゃったの。うん、大変なことに巻き込まれそうだ。巻き込まれそう。だってタンチョウズルとあなたの間に何も他にないでしょ、出来事は。はい、特に出来事はないです。それでとんでもないことがその2社の間に起こることってあるんだ。ええ、いいですか。はい。もういいよ。何、どうしたの。その仕事帰り、牧場の仕事が終わって、うん、終わって、帰り道、うん、路面がもうちょっと凍ったんですよね。ああ、もう北海道だもんね、網走だもん。はい、で、帰る道にあの街灯のない一本道があるんですよ。あ、街灯のない一本道。はい、で、そこをあのゆっくりゆっくり、走ってたんですよね。うん、滑るし。そしたら目の前にあのタンチョウズルが1羽降り立ったんですよ。あ、怖いね。で、あれ、降り立ったと思って、うん、まあ、そろりそろり近づけば逃げるだろうなと思ったら、うん、逃げないんですよね。逃げないの。逃げないです。で、あの、ライトを上向きにしたりしたり、うん、クラクション鳴らしたりしたんですけど、逃げないんですよ。あ、大変だ。で、私があの、その、単調に止まるか止まんないかぐらいの時に、うん、あの、対向車が、滑って私の方に突っ込んできたんですよ。いやいやいや、事故になっちゃうの？で、ギリギリで止まったんですよね。うわ、すごいな。で、考えたら私はその単調ズル、が来なくて、そのまま走ったら正面衝突を起こしてたんですよ。うんうんうん。なんで、ちょっとタンチョウズルが教えてくれたんだなと思って。すごいすごい。そういうことなの？なんかリアルな鶴の恩返し。そういうことなのか。そうなんですよ。すごいね。あ、そうか。鶴がいるから、もう対向車もブレーキかけて止まるし、うん、あなたの方も鶴がいるからってことで、大衝突は免れられたわけだ。そうなんです。すごい鶴の恩返し。そう、リアル鶴の恩返し。やった、すごい。本当ですかね。
でそしたら次の日から連れ来なくなっちゃったんですよ。どういうこと？あ、もう恩返ししたから。はい、まあ他の餌バカなんか見つかったかわかんないですけど。タンチョウヅルってさ、大体どのくらいの大きさなの？高さ、背の高さ。いや結構大きいですよ。人よりも大きいの？人よりっていうか、まあ、あの女の人ぐらい。はい、足から、頭まで結構大きいですよね。大きいんだ。綺麗なんだよね。綺麗です。はい。で今まで見たのは何羽？あなたが見たタンチョウヅルの。いつもつがいで来るんですよ大体。へー。はい。じゃあ2羽なの？2羽ですね。で時々なんか子供みたいのも連れてきたりするんですけど。ああ、そうなんだ。今年はつがいでしたね。あ、つがいだったのね。そばにあれなんか人間でこの人釣るかもしれないという人いないですか？どういうことですか質問として。あ、よく考えればいるかも。釣るかもしれないですよ。あ、そうですよね、綺麗な人。わかりました。釣るの恩返し、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またこの後も聞いててください。はい、ありがとうございます。失礼します。網走です、網走。いや結構風の音が寒そうでした ねすごいな。はい、いや鶴の恩返しありがとうございました。続きましてこちらですね。はい、はい、お願いします。これはですね、千葉県松戸市からいただきました。大野翔太郎ちゃん46歳のおじさんからですね。はい。今から20年くらい前、20代後半に差し掛かり、長年の夢だったバスの運転手へ転職して働いていた時の出来事です。バスの運転手さんになったね。その日は朝から観光バスの運転をし、観光スポットへ寄りつつ、関東の某有名温泉街の旅館へ夕方無事到着しました。いつもの通り。早速お風呂へ向かうため、部屋で浴衣に着替えをしていると、川を挟んだ反対の旅館より、こちらに大きく手を振っている人がいました。だから川があって、この人がいる旅館の反対側に、川の向こう側の、旅館に、こっちに手を振ってる人がいたと。はい、なんだろうと思い、よく目を澄まして見てみると、若くて綺麗な女性でした。で、音符マークが書いてありますから、結構盛り上がっちゃった。私はちょっとテンションが上がってしまいましたが、まあ、こちらの旅館の他の部屋に友達でもいて、そちらに手を振ってるんだろうなと思いました。まあ、そうだよね、うん。よっぽどその距離で知り合いかどうかなんてなかなかわかんないもんね。が、しかし、そのまま見ていると、つくように私に指を刺してきました。怖い。つくように指を刺してきたと。怖い怖い。あれ？と不思議に思いましたが、確認のため私が自分で自分の顔を指さしてみると、うんうんと彼女は大きくうなずきました。あ、私に手を振ってるんだよっていうふうにその女の人が、綺麗な人が言ったと。そしてこっちへおいでと手招きのように、怖い怖い、怖いな。手招きのようにまた手で大きくジェスチャーをしてきました。おいでおいでっていう、ちょっと怪しいな。そうだよね、うん、こんな綺麗な人が手招きされるのはちょっと油断できない。俺だったらムラムラする。ムラムラするムラムラこの人も多分してたと思いますけど、ね、もうすでに、うん、ちょっと怪しいなと思いつつも、すぐに部屋を飛び出し、あららら、呼ばれた通り彼女の旅館へ向かうため、てんてんてん、続きはお電話でよろしくお願いいたします。男ってのはどしがたいな。ねえ、向かっちゃったんだ。向かっちゃった。その彼女はどういう表情だったか、ね、だったんだろうね。まあ距離的には結構離れていそうだけどな、うん、おいでおいでされちゃうな。ねえ、ちょっと怖いですよね、うん、向かったってことはこの女の人もこういい表情で笑顔だったってことですよね。まあそれはそうだろうね、うん、怖い表情だったらいかないですもんね、うん、そうだよ。今かけてます。かけてますよ。大野翔太郎ちゃん、はい、松戸市、千葉県。かかった。あ、もしもし。はい、大野翔太郎ちゃん。はい、そうです、はい。親父パッション吉田です。ありがとうございました。あ、いいね、とんでもないです。もう男のなんかもうある意味こう騙されかける素晴らしい状況の設定ありがとうございますね。今から20年くらい前なんですね。どうしちゃったの。もしもし、はいはい、もしもし。聞こえてる？聞こえてる？大丈夫です。はい。大丈夫ね。今から20年くらい前でしょ？はい。だから、今46ですから、大野翔太郎ちゃんが。20代後半ですね。で、バスの運転手さんで、その日朝から観光バスの運転して、某、関東の某有名温泉街の旅館へ無事到着。そしたら、お風呂へ行こうとしたら、浴衣に着替えたら、川を挟んだ反対の旅館から、
大きく手を振ってる綺麗な若い女性がいたと。はい、これテンション上がるよ、ね、あなたじゃなくたってね。テンション上がってましたね。最初は自分じゃなくて誰かこっち側の知り合いに手を振ってんのかなと思ったら、あなたを指さしてきちゃったわけよ、はい、ね、そうですね。それで確認してあなたが自分で自分の顔を指さしたら、うんうんと彼女が大きくうなずいたと。もうこのコミュニケーションでグッときますね。来ましたね。ね。それでなんと次はこっちへおいでと手招きを今度ジェスチャーでやってきたと。はい。これは行かない手はないですね。そうですね。でもちょっと怪しいかなって気持ちはあるよね、そりゃ。なんか、もしかしたら勧誘とかかなって思って。うんうん、そうだよね。それでまあもうすぐに部屋を飛び出して我慢できずに彼女の旅館へ向かうため、てんてんてんです。だからこれがとんでもない女だったのか、この女が今の私の妻なのかって話でしょ。はい、はい、これはどうだったんですか。そうですね、夕方で当時、うん、私3階で多分彼女の旅館は4階だったと思ったんですけど、もっと上なんだ、うん、そうですね。で、まあ、下に降りるみたいな感じの仕草をしてたんで、うん、で私が、エレベーターで降りようとしたんですけど、はいはい、なかなかエレベーター来なくて、来ない。それでまた気が変わっちゃうと困るんで、そりゃそうだよね。で慌てて階段で行ったんですけど、階段駆け降りて、ちょっと浮かれちゃって足踏み外しちゃって、あらら、そしたら足首がクキってなったんですよね。最低。でなんか足首が変な方に曲がっちゃって、いやそれ大変な状況じゃん。そうですね。でなんか内側に向いたままになっちゃったんですけど、とりあえずもうそのまま、それはもう。そのまでに想像してたやらしい展開は全く無意味になるね。いやそうなんですけど、うん、まあ一応、うん、歩けるんで、そのまま行ったの。それで行ったの。足、はい、内側向いてんのに何それすごい悲惨なんだけど。行った、もうたどり着いたの。半分研究しながらちょっと半分研究してたどり着いた。そしたら待ってたでしょ。待っててくれて。待ってるよね、当然。あなたみたいにアクシデントないから。あんで、ああ、よかったと思って、うん。で、部屋においでよって言われて。今僕、ここで、そこの旅館のとこで焦って、足くじって今こんな状態でって言ったの。言わなかったです。言わない。かっこ悪いから。かっこ悪いから。待ってエレベーター乗ったんで、うん、とりあえず、足こう、引きずりながらだったんですけど、うん、まあ、ちょっと行って。すごいね。で夜なんかこう飲もうよって言われたんですよね、うん、そんな状況のあなたに夜飲もうよと、うん、で足私後ろ歩いたんで多分、うん、なんか痛めてるの気づいてなくて、あそうで、あこれは格好悪いとこ見られなくてよかったと思って、うんうんうん、それでまあ部屋でちょっとなんかお話ししてたんですけど、うん、どうしたの。私次の日も乗務があったんで、うん、バスの店さんって基本的に次の日乗務の時飲めないんで、あそりゃそうだろうな、っていう話をしたら、うん、あじゃあキスしようよみたいな感じになって、じゃあキスしようよ。と思って、すいません、それで近づいてみたらやっぱり遠くで見てたように綺麗な若い女性だったのね。私にはそう見えたんですよね。ああそう見えた。で、うん、タレントさんとか有名人でいうと誰タイプなの。りょうさんって言いますよね、女優の。はいはいはい、素敵じゃない、うん、あそんな感じでなんか私そういう感じの綺麗な、うん、クールビーティーが好きなんで、それでキスしようよって言われたから、もうすぐさまキスだよね。ああ、しちゃいましたね、なんかもう勢いで、なんかすごい話だな、まあ、これなんか今、ラジオ聞いてる人、俺もそういう話ないかなと思って、男が聞いてるよ、それで、それで、なんかもう、なんか付き合いたいなぐらい、ちょっと思ってたんですけど、なんかこう体とかいろいろ触ってくるんですよね。向こうが、ええ、やらしい。早いなと思って、うん、でも早いね、まあ、もう自由時間だから、まあ、うん、そうだよね、だってお互いに別に何も気兼ねはないんでしょ。そうですね、うん、向こうも一人だったん で、うん、で私はバスガイドさんはいたんですけど、部屋が違うんで、出かけてるのはバレないんでいいやと思って、なるほど、で、まあ、なんかこう体を触ってきて、うん、で私の、まあ、あれですね、股間とか触ってくるんですよね。おい、すごいな、これただの女じゃないなこれ。うん、これで、あこれはワゴンじゃないなと思ってたら、うん、今度なんか、私も触ってっていう感じで、私の手を、うん、なんか、彼女の股間にこうつけたんですよね。どうした、うん、そしたら、うん、私と同じのがついてて、おいおいおい
と思って。俺でも途中からそんな気がちょっとしてきたんだよ。あら、どうなの？これはまずいと思って。まずいな。うん、あ、すいませんって言って、なんか、そんな気はないんです、僕は、みたいな、うん。そっちじゃないんですよ、うん、みたいな感じで、うん、まあ、今でお姉の感じの人ですね。うん、そしたら、なんか、いいじゃないよって押し倒してきたんで、怖くなって逃げようとしたんですけど、うんうんうん、でも 足がもう、さらにパンパンになってて、立てなくなっちゃって、転んじゃったんですよね。あんな、おい、どうした？で、足掴まれたところが、ちょうどそこの左足の足首で痛くて。痛い。そしたら足ちょっと曲がったままになってたんですよね、うんうんうん、で、まあ、脱臼しかけちゃってて、うん、で氷がもうかわいそうだってことになって、うん、でじゃあ氷持ってきてあげるって急に優しくなって、もうそういうことしないって言って、で、うん、氷を持ってきてくれて冷やしてくれて、うん、で、まあ、1時間ぐらい話をして、うん、でこう足をなんかグキグキこうなんていうんですかね、あの引っ張ったり戻ったりしてくれたら、ちょっとなんか直そうみたいな感じで、あ、そうです、うん、そしたらなんかたまたま治って、本当かよで、あの痛みはあるんですけど、上手だのもね、うん、そのなんか内側に入っちゃったのは治って、そっと外側に、あ、で、まあ、びっこ引きながらとりあえず、うん、帰ったんですよね。本人だな、まあそうですね、ちょっと助けてもらってよかったなっていうことで、うん、で、まあ次の日、次の日、まあ、まあ運転なんで、うん、朝起きたら、うん、あの靴が履けなくなっちゃってて、足が腫れすぎて、で旅館の方に、うん、なんか靴みたいなないですかねって言ったら、はい、長靴あるよって言われて、で大きい長靴でなんかボロボロだったんですけど、うん、とりあえず 右足は革靴なんですけど、左足は長靴大きいやつ履いて、でそれでちょっとバス運転してなんとか帰ってきたんですけど、いや、ね、で痛みが引かないんで、うん、あの病院に行ったんですよね、はいはいはい、そしたら骨にひび入ってて、うん、うわ大変、捻挫してるってことで、でそれから全治1ヶ月っていう感じです。いや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 、でもなんか結局は次仕事ができたのはそのお姉のおかげだね。そうなんですよね。そうだよね。じゃなかったら足が曲がったのとクラッチが踏めないんで。うん、でも足曲がったのもお姉のせいだからね。そうですよね。そうですよね。そうだよな。クラッチが踏めるようになっただけでもよかったなと思って、大体順序間違えてるよ、股間に行く前に上半身行くんだから。そうだよね。あ、いや上半身はあったんですよ、胸が。ああ、あったの。あるあるから、まあそれは分かんないわな、そういうの経験なかったんで。あ、いや、結構大きかったんですけど。あ、そうか、分かりました。結構、はい、量産タイプのね、はい、あ、そうそうですね、もうなんかもう本当に本当の女性と変わらないぐらいの感じで、はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあこの後また聞いててくださいね。はい、すみません、はい、失礼します。ありがとうございました。失礼いたします。いやいや、びっくりだな。なんかものすごいドラマがありましたね。あったね。はい、すごいオチがある話こだわってお送りしました。途中ちょっと不適切な表現がありましたことを訂正いたします。失礼いたしました。この後はがきパッションのコーナーでもご紹介いたします。賞金総額52,500円の伊藤志郎賞、吉田テレミ賞、水谷かな賞、そして特別賞の発表もあります。ではその前に一曲お送りしましょう。赤鼻のトナカイ。はがきパッション、はがきパッション、伊藤志郎、吉田照美、親父パッション、文化放送です。でははがきパッションのコーナー参りましょう。引き続きすごいオチのある話デラックスお送りいたします。照美さんお願いします。はい、これは香川県からいただきました。丸亀市ですね。はい、60歳の男性です。ラジオネーム、寝てる私に何した、悪いてね、うるさいなそんなラジオネームいただきました。年賀状の数は毎年減ってるそうですが、年賀状がとても多かった時代に届いた嬉しくてでも切なくて少し悲しい忘れられない年賀状の話です。お、年賀状のお話なんだ。2001年の元日の朝、小学生の娘が年賀状の束と一緒に見慣れぬ袋に入ったハガキをポストから持ってきました。見慣れぬ袋に入ったハガキね、うん、年賀状の束があって見慣れぬ袋に入ったハガキ、袋の中のハガキの宛名は僕で、並べて奥様と書かれています。この人の名前と奥様と。驚いたのは差出人は6年前に亡くなった母で、え、お母さんからなの？6年前に亡くなったお母さんが差出人。見たこともない切手に押された消印はかなり前のものです。どういうことだ。不思議に思い、はがきが入っていた袋に印刷されたコメントを見ていると、そばにいた妻は、
はがきを手に取り、裏の裏を読み始めました。裏面でいいのかな。すると突然、妻は目にいっぱい涙をため、僕の顔を見て抑えきれずに涙をポロポロとこぼしたのです。21世紀の最初の日に届いた年賀状、その内容とはがきを出したいきさつとは、てんてんてん。この話に興味がありましたらぜひお電話ください。ラジオネームとえらい違いだな、寝てる私に何した悪い点で。そっち系の話だと思ったら違いましたね。ね、今おかけしてます、うん、これなんかちょっとシリアスな感じだな、ね、なんか時空を超えてるね、超えてるね、うん、すごい話を。あ、もしもし、はい、悪い点でさんですか。あ、こんにちは。はい、親父パッション吉田です。はい、こんにちは。丸亀も寒い。そうですね。あ、雪は降ってない。この辺りは降ってないですね。大丈夫ですか。分かりました。丸亀っていうのは確か内輪が有名なんじゃなかった。あ、そうですよね。あ、そうなのね、分かりました。で、これ年賀状の話ですけど、これちょっともうここまでで何かちょっとすごいお話になりそうな感じがとてもしちゃうんですけど、はい、ね、普通の年賀状の束と、2001年の元日の朝の出来事で、小学生のお嬢さんが年賀状の束と一緒に見慣れぬ袋に入ったハガキをポストから持ってきたと。はい、で宛名はあなたの名前と奥様っていうふうに書かれてて、実際差出人は6年前に亡くなったお母さんで、見たこともない切手に押された消印がかなり前のものだったと。はい、でいろいろそのハガキを手に取って裏を読み始めたら、奥さんは目にいっぱい涙をためて、あなたの顔を見て抑えきれずにポロポロと涙がこぼれちゃったと。はい、21世紀の最初の日に届いた年賀状、内容とハガキを出したいきさつっていうのは、やっぱなんか相当グッとくるものなんでしょう、これ。そうですね。どういうことだったの、これ。大体6年前に亡くなったお母さんのハガキが、なんでその時に届いたんだろう。はい。そのハガキを出したのは、うん、1985年だったんですね。じゃあ6年前だよね、だからね。いやいや、6年、亡くなったのは、95年なんですよ。あ、95年に亡くなって、あ、そうかそうか、それで、あ、そうか、2001年 の、 元旦だからね。あ、そうかそうか。で、当時、うち、実家は東京なんですけれども、うん、で、おふくろは学校の先生をしてたんです、ね、85年当時は。はい、小学校の先生。で、当時、筑波の、うん、研究学園都市で、はいはい、よく会合とかがあったんですよ、うんうんうん、でそれにまあ、ちょっと母親も管理職になったんで、よくその出かけてたんですね、うん、なるほど。で、そういうのが続いてるときに、うん、85年って科学万博があったのご存知ですか。ああ、ありました、ありました、うん、はいはい、うん、でその中で当時の郵政省のイベントで、うん、ポストカプセルっていう企画があった。ああ、なるほど、うん、でそれを何回か言ってるときに、うん、で2001年 の、 お正月に着くからって言って、うん、それ自体はその別にその年賀状ではなくてもよかったんですけど、あ、で母はまあその1日に届くからって年賀状のような雰囲気で、はいはい、で当時僕まだ23ぐらいだったので、うん、結婚してなかったんだけど。あ、まだ独身なの。ええ、で、うん、2001年に届くとなるとその38個になってるから、あ、そうか、当然、まあ、結婚してるだろうと思って横に奥さんって書いて、あ、それで具体的な名前じゃなくて想像してお母さんがあなたの奥様宛てとあなた宛てにっていうことでハガキを書いてたわけだ。ええ、うん、それでまあ、本人もだから別に死ぬと思ってないから、まあそりゃそうだよね、自分が亡くなるなんてことはその時思ってるはずないもんね。でそれで、それを出してから10年後の95年に、うん、もうちょっと事故で急死しちゃったんです。え、事故なの、お母さん亡くなったの、はい、あら大変。まだ60ぐらいだったので若いな。で、まあ、それは亡くなったんですけれども、うん、それからまあ6年後に、うん、僕らも知らされてないんで、うん、全く分かんなかったんですよ、うん、でそのポストカプセルっていうのが届いて、はいはい、でその裏を
見る前にその何が来たんだろうと思ってその、ビニール袋に、なんだこれはっていうようなもんだよな、でビニール袋にその ポストカプセルがどうのこうのって書いてあったんで、僕はそれを見てたんですね、はい、だからあの神様のハガキの方にあの目が行って、で裏を見たらうちの家っていうのは実はその母方の家で、母とその父母と僕ら兄弟と、それから母の母祖母がこう一緒に住んでたんですね、はいはい、で母はまあ勤め人だったから、子供のことをまあ自分の母親だから任せられるじゃないですか、まあそうだね、でそういうのがあって、あのそれこそ世間でいうような嫁姑みたいなこう いざこざとかそういうのが一切なかったから、で、まあ、あなたも多分これだとどっころには結婚してるけど、あの無理してね同居しなくていいから、奥さんのこう意見を聞いてあげてね、もうでそういういざこざが、ないような、あの家庭を作りなさいみたいなことと、ああ優しい、わかりました、ちょっと時間来ちゃったので、ありがとうございます。すごいね、はい、奥さんも泣くわな、そうですね、ありがとうございました。ありがとうございます、どうもありがとうございました。はい、失礼します。いいお母様だったんです ね、さあそれでは、現金がプレゼントされます。すごいオチのある話デラックス、ちょっとあの8人の方の内容は皆さんタイムフリーでもう一回振り返って聞いてみてください。ね、いつもの賞から参ります。まずは現金4700円、しなびた水谷かな賞の発表からです。私は一番最初の、小さい頃から鼻血が出ていたその原因を教えてくださったあの方に4700円を送らせていただきます。では、ロバ賞6800円はどなたでしょうか。いや、首長族の。わかりました。長族のお話、はい、面白かったですね、6800円。では、伊藤賞1万1000円はどなたでしょうか。ほじってみたら歯が出てきた。じゃあこの方1番の方ですね、この方がじゃあ水谷賞と伊藤賞、そしてここからがデラックスです。現金1万5000円の吉田照美特別賞は、特別賞はね、今の方、あ、今の方、あのタイムスリップした感じの年賀状、わかりました、1万5000円です、はい、そして同じく現金1万5000円伊藤志郎特別賞は、手招きおねえ、あ、面白かったね、これもね、もう賞金が皆さんにね行き渡りました、はい、はい、すごいオチのある話デラックスをお送りしましたが、この後エンディングでキーワードの発表もあります。伊藤志郎吉田照美おやじパッションでは、いつもの4倍20名の方にヤクルトタフマンリフレッシュ10本と番組オリジナルボールペンの親パッセットが当たるキーワードの発表、今日はてるみさんお願いします。はい、キーワードです。お母さんありがとう、年賀状で嬉し泣き。なるほどね、はい、いいですね。このキーワードを書いてメールかファックスかおはがきで来週金曜までにお申し込みください。メールはおやじアットマーク joqr.netOYAJI@JOQR.NET ファックスは東京03-5403-1151です。内容がわからないという方はぜひラジコのタイムフリーで今日の放送をもう一回聞いてみてください。もう一回じゃキーワードお願いします。お母さんありがとう、年賀状で嬉し泣きと書いてください、はい、お待ちしております。さあ冬至が過ぎましたね、はい、やっと一日一日日が伸びてくるってことで、ね、嬉しい日です、ね、なんか元気が出てくるんですよ。私は冬至、ね、が大好きな人ですから。そして来週は大晦日、はい、そうですね、大晦日だ。大晦日だと言ってなんか特別なことする。来週はですね、特別ですよ、これまた何、今年最後のこの番組生放送となりますけれども、恒例第22回伊藤志郎大賞にこだわります。また素晴らしい作品に伊藤さんが指導対象行くね、はい、何のこう汚れのない、純粋な気持ちで、忖度なし、忖度なしでヒット曲を選びます、はい、ということでどんな曲がかかるのか、ぜひ皆さん来週生放送大晦日見てください。今日はバリエーションアット面白かったね、はい、ありがとうございました。はい、お時間いっぱいです。それじゃあまた来週です、また来週です。大晦日待っててください。さようなら。